チェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日はホームセンターの資材と100円ショップの園芸資材の栽培実験結果をご報告したいと思います。家庭菜園ライフの方でも実験をやってきました。今回は100円ショップの肥料とホームセンターで売られている肥料の栽培結果がどうなるかを実験してきました。また100円ショップの種とホームセンターで買った種の発芽実験をしてきました。ちょっとびっくりした結果が出ましたのでご報告したいと思います。じゃあ最後に質問にも答えてまいります。コメントもたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では肥料の比較実験から報告したいと思います。セア畑で使用している有機肥料と100円ショップで購入してきた有機肥料、また100円ショップで購入してきた化成肥料、この3種類を比べて実験してみました。ではどうなったかご報告してみたいと思います。種まき直後の状況としましては、セア畑で使っている有機肥料と100円ショップで販売されている有機肥料はある程度芽が発芽した状態で、100円ショップで販売されている化学肥料で種をまいたポットは全く芽が出ませんでした。1ヶ月経った結果がこちらです。これがセア畑で使っている有機肥料で種をまいた苗です。非常にこれも 100% に近いほど芽が発芽しております。こちらが100円ショップで購入した有機肥料です。こちらはセア畑で使っている肥料にまいたものと比べて若干芽の揃いが悪くて不揃いで何パーセントかは芽が出ておりません。でもまあまあ発芽はしております。私が特にびっくりしましたのはこちらの100円ショップで購入した化成肥料に種をまいたものですね。こちら側は1ヶ月ほど経ちますけども一向に芽が出てきておりません。私が今考えますに化成肥料を混ぜてからすぐに種をまいた関係で肥料焼け等が中で発生して芽が出なかったのではないかというふうに分析しております。セア畑で使ってる有機肥料の方が葉っぱ等も青々として元気がいい芽が出ております。化成肥料を使ってすぐに種をまくと肥料の分解熱が出ますので発芽しにくい状態になってきております。化成肥料を使う方は100円ショップでもホームセンター等で買う肥料でも肥料を入れてから2ないし3週間空けてから種をまくといいと思います。またホームセンターの肥料を購入して使った方が有機肥料に対しては生育が良くなっております。ぜひこれからの土作りについては参考にしてみてください。続いて2つ目の実験についてご報告いたします。この実験は100円ショップの種とホームセンター等で買った種がどのように違いが出るのか実験してみました。100円ショップの種の方が断然発芽率が落ちるんじゃないかという予想はしてました。実験の結果、面白い結果が出てますのでそちらをご紹介したいと思います。これを見てください。こちらが100円ショップの小松菜です。こちらがホームセンターの小松菜です。対比しますとホームセンターの種の方が発芽率または生育状況も非常に揃っ
って立派に発芽しております。こちら側の100円ショップのは発芽率が若干落ちます。それと不揃いで発芽しております。100円ショップの種は蒔く時に種自体が非常にこちらのホームセンターの種よりも粒が非常に小さい種でありましたので、多分こちら側は芽が出てもひ弱な株になるんじゃないかと予想はしておりましたけども、このように数段の違いが出ております。両方とも発芽しておりますので栽培自体には問題がないと思います。これから十分成長していくと思います。続いてこちらを見てください。こちらはほうれん草です。こちらが100円ショップで買ったほうれん草です。こちらがホームセンターで買った種のほうれん草です。あっとびっくりしたのがこのほうれん草です。100円ショップの方が非常に発芽率も良くて育ちも非常にいいです。ホームセンターの種ですけども発芽率が若干こちら側に比べて落ちます。というのも管理上の問題で高温に合いまして若干枯れております。今回の実験だけで言いますと100円ショップの方が非常に発芽率が良くて大きく育っております。全くホームセンターの種に負けてないということが実証できました。それではいつも通り質問にご回答していきます。今回は100円ショップの種まきした時の動画に質問をいただきました。では質問を読み上げさせていただきます。発芽率の実験は母数をもう少し多くした方がいいのではないでしょうか。より有効な結果が出ると思います、という統計を仕事にされている方からコメントをいただきました。ありがとうございました。もう少し多く巻いて実験をした方が良かったのかなと思います。ぜひ皆さんもこの春試してみてください。今回は100円ショップの資材の実験結果を紹介しました。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。